問題がありまして、熊が出たと。これ足跡ですか、これ。かもしれないですね。大丈夫ですか。こうですね、なんかうめき声みたいな。本当ですか。はい。これは。なんかガラス窓は割られて。あ、動くんですね、まだ。はい、始まりました。今日は、はい、ちょっとお願いして、ちょっと関係の人にね、来てもらいました。で、今日何をするかというと、ちょっとね、すごい濃い。透き通りますね誰もいないからやけ向けにロープウェイのロープウェイがあるんですよね。もうしかも茨温泉の近くですよね、はいはい、茨温泉からは見えないロープウェイですよね。そうですね、見えないですよね、はい、僕も本当にあるとは思わなくて、そのロープウェイがこんなところに一回来たんですけど、帰っちゃって分かんなくて、でこれからねちょっと入ろうかなということで ロープウェイをね行こうと思ってるんですけど、ちょっと問題がありまして、入ろうと思った途端に熊が出たと。熊が出たんですよね。でこのさっきねどういう状態なのかということで、ちょっと連絡して、ちょっと関係の人がねということで、いろいろ詳しいんでいるんですよね。もうクマは行動範囲広いですからね。もうそれはもうあらゆるところをうろうろしてますんで、はい、そんな感じで一人で行くのやっぱ危ないんで、ちょっとね関係の人と行って行こうかなと思います。で一応まあここ入るのも許可をもらって入振ってますよね。はい、茨城振興局です。はい、わかります。じゃあちょっと早速入っていきましょうかね。はい、はい、立ち入り禁止ですからね。でもやっぱ秋ってなるとやっぱそのイノシシとかクマっていうのは凶暴になってくるんですかね。やっぱりこう子育ての時期とかですね。まあ冬眠とかの前の食料、ね、調達というか。今の時期はもう木の実がいっぱいできてるんで、食べるものが割とよくいっぱいあるんですよね。ね、下とか見たらところどころでどんぐりとかのねあるんで。あ、例えばこれなんか多分イノシシがこうやったような、ったやつですか。そうですね。もうこのすぐ上がったところにあるんですかね。そうですね。ちょっとだいぶ歩くようになります。まあ昔は多分ここタクシーでこう行ったり来たりしてたんですよね。タクシーで、はい、みんなそのロープウェイ乗りたい。ロープウェイですね。まあでも向こうの方まで、上までってことですよね。そうですね。ほら落ちてますね。あ、ね、これはこの辺とかですか。あれですかね、なんか上の方からですかね。なんか強引に駆け上ったようにも見えますね何かが。確かに熊ですかね何かの気配を確かに。ですよね。これで絶対これ違う、なんかこれなんこれ足跡ですか。これかもしれないですね。なんかめちゃめちゃでかいんですけどね。そうですね、熊かもしれないですね笑ってられないですけど、大丈夫ですか。こうですね、ここからこう針を出すんですね。今もうちょっと針が出っ放しの状態になっておりますけど、これミツバチと違ってこう何回でも刺すことができるんで、無限に刺せれる。はい、でもう毒も強いんで、もう人によってはこの1匹で亡くなってしまういうこともあります。アレルギー症状で、はい。もうあれですか、なんか今こううめき声みたいな。うめですか。はい、
クマってなんかこうゾウさんみたいな鳴き声なんで。マジですか。はい、ちょっとこう中くらいのなんかイノシシか。ああ、うん。なんかそういうのかなみたいな。まあ何かがいます。何かが。はい。まあ、でも車のその跡が。そうですね、これは電力会社とかがこの先になんかこう施設があって。ああなるほど、はい、車では出入りはしとるような感じだけど、ここ通っていくんですか。あ、僕らはここ通らずに。あ、そうですね。あ、マジですか、はい、ここはもう。あ、マジ本当ですか。かなり今度はもうずーっと上りが続いてます。道のないところちょっと。はい、いいですね、これがそのなんかこう目尻、オブジェです。ああ、まあ、まあ、あって、はい、ここから入れますよみたいな、うん、そんなにでも木ですかね、なんか、はい、なんか看板ですね。おお、ボリアオガエル。この池にいるってことですかね。そうですね。もうでもその時間経ってないですよね。はい、イノシシですか。イノシシですね。これいるってことですよね。はい。もう24時間経ってないですよね、絶対この状態だと。雨が、そうですね。雨が降ったのが、おとついぐらいでしたから。ねえ。こんなにえぐるんですね。そうですね。これは。ちょっと字が読めません。あ、でも相当古い。そうですね。あ、その発着場がある、できる前の、あ、なんかだったのかもしれないですね。歴史は長いっていう。そうですね、平らな地形があるっていうのも。そうね。なんかチェルノブイリみたいなね、一角の。これはちょっとこう当時の。そうですね。レジスターで、これでいらっしゃいませでやってたんですよね、こうやって。そうですね。硬いっす、これ。チリンって言って。あ、もう多分この辺で。そうですね。相当古いですね。ですね。これ年代はちょっと分かるものがどっかあればちょっと分かるんですけど、これは作業する人の入り口ですかね。そのモーターとかいろいろ。そうですね。一般のお客さんはここまでですね。あ、ここで。搭乗口っていう、はい、温泉街まで。あ、もうここで、はい、うわ、これ夜パ
ーンっていったら下落ちますね、これ。落ちますね。これは、そう。バラックの底ですよ、もうこれ。これちょっと、清水寺の舞台のような。足がすくみますね。ね、結構。近づくのも怖いぐらい。ここね、相当古いですね。ちょっと多少強度あるんですけど。引っ張り上げるときは動力がいっぱいいるんでエンジンにして、下ろすときはちょっとのエネルギーでから、この長い市街局番なんか、それ三好市のって書いてますね。あ、あれですかね、お弁当屋さんですかね、三好市のっていう。あ、動くやつね、まだ。結構あの下もですね、あ、蛇がいますね、蛇が。おぉ、水も溜まって、坂口鉄工所昭和49年11月製造。これで大体の年代設定できました。これに勝る情報はないですね。そうですね。昭和49年か。まあ、昭和50年代ぐらいに。そうですね。開けます？ちょっと危ないっすね。やばい。出ました、さっきの場所。はい、戻りました。昭和50年頃の遺産ということですね。これは屋根ですね。そうですね。これ台風かなんかで、こう、もう、ベリッとこう根元から。来てますね。はい。あ、でもこういう、屋根瓦っていうよりか、ちょっとヨーロッパ建築のような。ああ、本当そうですね。あの、下から見たら多分もう本当された建物だったんだろうな、いう感じですね。そうですね。はい、ありがとうございました。なんか、その、熊らしいものは出なかったんですけど、その、ちょっといたっていうような、その野生動物がいたっていうような痕跡はありましたけど、どうにか無事にね、その、ロープウェイですかね。はい。その跡地に行くことができました。ね、ありがとうございました、本当に。まあ、その、機械を見るからには、昭和40年、50年、50年ぐらいですかね。はい。ぐらいの、その建物で、まあおそらくその、平成に入ってぐらいから、亡くなっちゃったのかなって、スズメバチがすっごい、そうですね。多いですね。まあ秋なんで、これからね、その、蜂とか、まあその、なんですかね、熊とか、イノシシが出やすいシーズンであるんで、気をつけたいとこですね。というわけで、
今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。またお願いします、本当に。いろいろいいものしてください。はい。それではまた、お願いします。はい、皆さん、今回ありがとうございました。はい、このロープウェイですね、調べた結果、開業は1975年ということで、しかし、客足が伸びずに、4年で廃業したという場所ですね。4年は早いですよ。はい。というわけで、またね、YouTube、いろいろ面白いところ上げていきますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。